71から403は、ロシア連邦のウラルトランスマッシュが製造した路面電車車両。2003年以降、ロシア連邦各地の路面電車路線に向けて製造が行われた。1999年から製造が行われた71から402をもとに開発された形式。同形式をはじめとした、従来のウラルトランスマッシュ製路面電車車両は、 エカテリンブルク氏の支援の下で立ち上げられた複数企業によるコンソーシアムであるスペクトルによって開発、製造が行われたが71から403以降はコンソーシアムの解消に伴いウラルトランスマッシュによる独自開発に変更されている。基本的な構造は71から402をもとにしておりループ線が存在する路線での運用を前提とした。 型運転台のボギー車として設計されており、車体や機器は低接氏45度接氏40度までの気温に対応可能な設計となっている。乗降扉も71から402と同様に右側面に3箇所設置され、クロスシートが配置された車内照明には蛍光灯が使われている。主電動機は信頼性や耐久性にたけた誘導電動機が採用され、 制御装置は VVVF インバータ制御方式に対応している。また、車体や機器の診断や監視、自動制御などに用いるマイクロプロセッサも搭載している。その一方で、71から402の使用実績を踏まえて以下の点が変更されている。2003年から2004年に試作車が製造された後、ロシア連邦やウズベキスタンへ導入が行われた。 ただし2004年に、モスクワ市電に導入された試作車1両については、窓ガラスの破損をはじめとした不具合が、相次いだため正式な導入は行われず、試験終了後の翌2005年にウラルトランスマッシュへ返却された上で、エカテリンブルク市電に再度導入されている。71から403が導入されたのは以下の都市である。ありがとうございます。